ロー YouTube キジトラハウスキャットビデオ、昨日のアンチは今日の友。あ、呼び鈴が鳴りましたね。皆さんおはようございます。2022年3月12日土曜日の早朝です。さあ、キジトラさんいるでしょうかね。キジトラさんいるかな。ねえねえ、お立ち台へ置きました。さあどうかな、食べてくれるでしょうか。まだちょっと食べてないみたいな感じですね。食べる前にいつものですね、まずはヒゲの選別機で確認です。ドミニオンパワーハレルヤーですね。ジシロさんを狙います。ジロリー、いきなり野良猫がもう来ました。ベルが鳴り、収穫作業です。キジトラさんのユニバーサルベーシックインカムですね。来ればお仕事、来なければ仕事にはなりません。始業時間開始になります。何野良猫ですね、野良黒さんですかね。土曜日の早朝になります。それでも監修がね、結構来てるんですよね。今人数が出ましたね。監修は5万人です。土曜日の朝からですね、5万人ですね。もうスタンドがたわんでいますね。今日も何百人が落ちるでしょうか。ゲストさん朝から来ています。ナスさんにピタバニさんに来ています。タナヤンも来ています。手を振っています。もう払い戻しは不可能ですね。お、なんかブーイングですね。過去にもちょっと前歴がありますからね。職場放棄して強制退場で持ち逃げしたことあります。キジトラさん持ち逃げはダメだよ。今日はね、土曜日の早朝でたくさん来てくれたんだよ。お、野良黒さん、ジロリー。あ、いじけてお立ち台を降りてしまったのかな、キジトラさん。第2ステージです。監修手を叩いております。嬉しいじゃん、キジトラさん。お、モールス信号です。野良黒さんを狙います。ギョロリー。高い見晴らし台ですね。360度よく見えます。監修も手を叩いております。お、またモールス信号です。再び野良黒さんですね。ジロリー。お、モールス信号しつこいですね。白いお猫さんです。ギョロリー。早朝は野良猫がね、たくさん来ます。なんか磁場の影響ですかね、画面がちょっと変色ですね。来ました、森村スペース氏の電磁波ですね。強烈です。エレキが鳴っております。森村氏と S 氏の妖怪族電磁波ですね。まだ続きます。エレキが出ております。森村氏と S 氏の違法海賊電磁波ですね。森村氏と違法 S 氏の違法海賊電磁波。ゲストさんどうでしょうかね。サラサラさん、ピタバニさん、ナスさん、トシちゃん、ムラヤンさん、624タルちゃん、メルさん、五代目人さん、岩子ママさん、ぶっちゃけ丸さん、リン、エレナ、ファミリアさん、トラミちゃん、七夕さん、ウリアンドタイガさん、ピコジロさん、おみそちゃんですね。ちょっとやられております。第3ステージに来ました。なんとか回電波がね、収まったようですが、今度は突然来ます。もっぱらにアンテナブースターを立っておりますからね。立派なプーマスタイルです。お、写真判定でしょうかね。ストロボが鳴っております。当局の写真判定ですね。今写真判定中です。どうかな、終わったようですね。プーマスタイル合格です。キジトラさんすごいな。まだプーマスタイルがね、続いております。明日のスポーツ新聞に載るでしょうね。キジトラスポーツ、日刊キジトラ、デイリーキジトラにね、載るでしょうね。プーマスタイル続きます。調子いいですね、キジトラさん。よく食べています。プーマスタイルの反対側ですね。今日は電磁波がね、しながらもよく食べております。最近はですね、電磁波の屋外アンテナとブースターをつけてますから、陰湿でしつこいですね。すごいです。朝から監修もたくさん来てくれました。よかったね。土曜日の早朝ながら朝からたくさんでした。本当にありがたいですね、キジトラさん。
説明書で今日のスケジュールを見ています。どこ行くんだろう。キジトマさん、配達に行くようですね。今朝のお話はここまでになります。さあ出発準備で行くようですね。皆さんいつもご視聴くださりありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いいたします。皆様とはまた別の動画でお会いいたしましょう。それではバイバイでーす。